今年の行列は大河ドラマどうする家康にちなみ、真田家と家康の関わりから真田信之と徳川家康となりし、それぞれの人物を皆様に味わっていただこうと企画いたしました。この辺で食べるのって結構厳しいかも。パン屋さんならあるでしょ。朝もう適当になんかシュークリームとかそんなにしか食べてない。お腹は空いてる。もう出てくる。え、ここには何時ぐらいまでっていうあれ？お母さんの。ここで食べてんなら私一回行って戻ってくるし、ここで食べないんだって言って。ここで食べ出た方が選択肢が多い。痛かった。長野商工会議所会頭を務めるのは、うん、私は大阪義経の娘を正室に迎えるとともに、地獄の家西門の助に叙任され、豊臣家を下しされました。大阪の神社は大阪城の弱点である城南に根付いた、また伊豆さんに迎えに来てもらわなきゃいけなかったので、一旦マンションに行って、私の車で行きました。農家真田の娘に、おばあちゃんも、おばあちゃんも、長野市長、お見事な県長、聞いてるよ。大沢村には長野市職員の皆様でございます。全員そうなんだね、もしかして。そう、私は俊君のファンですよ。桜町の松田会の皆様です。赤いの着てたもんね。市長のお祭りじゃん。
今日まだ決まってない。決まってない。寒いな。悪者役ではなくて、うん、自分があの何役？光っちゃう。あれ、あれ何？人だ。おお。で映ってないんですよ。お前。反射で。悪者かと思った。ちゃんと取れてる。悪者ものに見えちゃった私は。ヒーサーよ。おお。私もね。
ダムがキモいぜ。人気女優に、うん、冒頭お肉とか誰にやってもらったの、ね、うん、信号も向こうが進んでったかと思ったけど、まあ、そこにいた、うん、キモお前キモいやキモっちゃいけないネビロマンの集合体恐怖症よ大大キモお前桜田だけキモいんだキャコップのバリアップみたいに後でね、うん、あの前中山市文化ができたらね、めっちゃ入ってきた中山新兵映画になるんだよ。あ、そうなの、いつから来年まで、来年一番嫌い選手が楽しみだね。うん、評価を受けてインディーキャンプ自販機出たら一番嬉しくないです。誘っとくか、そうしましょう。練習するか。こうなるまで。慣れたいぐらい。マジの目だ。
アイスと全然関係あんの？この上に乗る女の子たち送りたいだけだろ。若いな意外と。私が怒ることは私の仕事じゃない。マイビー。割とまあ、全然いい先生ではあるけど、私は好きだよ。怖い。怖いよ。なんかちょっとね、みんな聞いてる。割れてる。結構先生でかいんだな。これは個人的に皆さん。
憧れたい。自分で持ってる。そうそうそう。重い。来てたね。